ダメって言ってもします。だって私がやりたいのだから。ひみこ様です。てか今日さ、雨やばかったですよね、正直言って。こんな感じ。今なら降ってる。もう各地に雨が行っちゃってるんですね。じゃあ、大阪小雨。大阪小雨は大急に名前変わってる。こんびゃんびゃん。じゃん。ふざけた髪の毛してます。中国のお姫様。そんな中国のお姫様って言われたらまだいい方ですね。ひみこ様。うさぎおるよ、ここに。足だけ見せて。こんにちは。っていうかさ、なんかリールのコメント欄でなんかこの動画どうやって撮ってるん、あ、この動画どうやって撮ってるんですかみたいな言われてたから、その動画の撮り方をまた動画に撮りたいなって思ってます。てか、今日なんでショールームじゃなくしたかっていうと、前ちょっと話しておきたいことがあって、みんなに、そう、ちょっとみんなに話してた方がいいかなって思うことが一件だけあって、そうで、まあ話そうかなって思ってます。聞いてくれますか。はい、ですね、嫌な思いをされる方も多分いると思うんですよ。でもしかしたらこれで日向推し、ちょっともう僕今日で最後、あと日向1ヶ月もなかったけど、僕日向推しやめますわってもしかしたら言われるかもしんないけど、なんかこの話を共有するべきだなって思って、ちょっと言います。まあもう言うわ、単刀直入に言うと、あんまりもうオチとか、オチっていうか、なんていうの、その話の作り方がもう分からんから、もう端的に言うけど、
コップの中にカビが生えてました。あーごめんなさい、もうびっくりしました。汚すぎてえみたいな。しかも多分普通にカビが生えててコップの中にで、ひなたは勇気を出してそのままそのコップを洗面台に持ってって熱湯をかけました。本当はコップごと捨てたかったんですけど、そんなことしたらもったいないと思って熱湯を入れたんですよ、ちゃんと頑張って。でもなかなか自分のコップにカビをできるまで放置することってないじゃないですか。でもひなた感覚的には3日とか、まあ3日ぐらいは放置しちゃってたかなっていう感じだったんですよ。でこれをみんなに言うべきか迷ったんですよ正直。でもやっぱりなんか言うべきかなって思って、もう嫌われる覚悟で言いました。もうマジ気持ち悪かった、すいません。ちなみに中は水が入ってたんじゃなくて緑茶が入ってました。緑茶ってカビ入るんですねっていう一つ学びが、まあこれもまた学びだなっていうことで、これからはカビを生やさないように、生きていきたいなって思います。ちなみにコップはですね、そのちゃんから2年前ほどですかね、2、3年前ほどに、あ、違う、そのじゃないわ、ねねからいただいたマグカップです。ピンクの可愛いマグカップです。はい、なんかね、飲んだらすぐ洗うっていう習慣があんまりなくてですね、連続で飲んだりするから洗うタイミングってちょっといつだろうってなっちゃったりするんですけど、これからはまあ朝お仕事行く時とかそういう節々でお家出るタイミングとかで節々でちょっと洗面台に水つけとくとかやっとこうかなって改めて思わされました。はい、すいませんでした。あ、押しやめますね。だって Cry for me Cry for me Cry for me。そうや、そうや、もう一個さあったわ、やばい話が。え、もう、あ、フォークさん、さくらんぼありがとうございます。チェリーチェリー、もう一個、もうこれはもう全く今の話とは別になるんですけど、全く別の話、別の問題なんですけど、なんかこれはなんかワンチャンなんか人によったら警察とか呼ぶんかなっていうレベルの話を今からするんですけど、ワンチャン警察沙汰になりかねない話なんですけど、まあ、まだ今のところ様子見てるからちょっとあれやけねんけど、ちょっとこれ共有しときますか、この話も。
っと緊急でちょっと共有させてもらいます。はい、ですね、今朝あんまり昨日寝落ちしてしまって、変な時間寝落ちしてしまって夜お風呂入ってから寝れなかったんですよ。で結構今朝朝方まで起きてて、5時ぐらいまで起きてたんですよ。でベッドで起きてたんですけど、なんか暑くて結構ムシムシしてたし、うわ暑、もう暑いし寝れなさすぎて、その太陽も高いから寝れないんかなと思って、バーってリビングのクーラーをつけたんですよ。クーラーっていうか浄水何だっけ、上空みたいなやつつけたんですよ。ドライみたいな、あ、除湿そうつけたんですよ。でちょっと涼しくなってけど、ベッドが寝れなくて、だからリビングのヨギボーにベッド、布団を持ってって移動したんですよ。もう全然寝れなかったから。でテレビもつけずに、もう電気も消して除湿だけつけて、もうずっとこんな感じで目つぶってたんですよ。そしたらなんか耳澄ましてたら、なんかガサガサみたいな、明らか今誰かガサガサしたよなみたいな音がして、なんかガサガサみたいな、ゴソゴソみたいな音が聞こえたんですよ。えちょっと待ってたって、いやと耳澄ましたくなかったけど、さすがに澄ましてしまったんですよ。耳を澄ましてしまったんです。さすがに澄ましたくなかったけど、そしたらこう両耳澄ましてたら、こう左側の方からガサガサゴソゴソみたいに聞こえるんですよ。左上なんですよ。でパッて見たらエアコンなんですよ。エアコンの中からなんかガサガサみたいに聞こえるんですよ。ゴソゴソみたいな。でもちょっと待ってと思って、これもしかしてそのなんていうの、そのエアコンのファン、エアコンのファンがこうガサガサ言ってんのかなみたいな感じかなって思ったんですけど、いや分からんくて、なんか結構エアコンのベランダからのあれ何あれから管から入ってきたりするネズミとかヤモリとかイモリとかコウモリとかゴキブリとかが入ってくるっていう話を聞いたことがあったから、明らかに侵入者がおるってなったんですよ、家の中に。何にせよ普通に勝手に入ってきてるし、まず勝手に入ってきてるし、まず驚かされてるし、こっちの家やのに、いやもう聞いてないしみたいな、普通にありえへんやん普通に。でもほんまにもうなんか怖かったから除湿切ったんですよ。切って蓋閉めたんですよ。でそっからはガサガサゴソゴソ聞こえへんし出てこんへんから、ワンチャン違うかったんかなって思いたいところやねんけど、もし眠ってたとしたらもう怖くて、あと27日までなんで、まあ6月いっぱいやとしても、まああと普通に3週間以上あるんですよ。もう怖すぎて。でもこの家ゴキブリ出たことないんですよ普通に。こうまえちゃんありがとうございます。あとそうだからめっちゃドキドキした朝から今日は。大輝ありがとうっていう、ワンちゃんやばい話でした。不正侵入、気絶起こる。確かに、すいません、呼びませんよさすがに。
でも多分エアコンも処分するから、その時にドゥルルルって出てきたらやばない普通に。じゃエアコン取る作業始めたいと思いますみたいな、あお願いしますってなって、なんだち、まあ、部屋とかで待ってて、じゃあ取り付け作業始めますってガーってガッてとドゥラーって、あの何ゴキブリ出てきたらさ、マジで笑われへんし泣く、待ってってなる。まあそんなことはないと思うんですけど、もしあったら共有します共有します、ごめんね、なんかこんな話しちゃって。タイシーさん、チェリーありがとうございます。でも一匹も出たことないからこのお家だから、まあ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 、ショールームで生配信けど、いやダメです、それはダメです、それは本当にダメです、それは本当にダメです。真っ黒クロスケみたいに可愛かったらいいよ、バンって叩いたら消えちゃった手が真っ黒になっちゃったみたいな、いいけどさ、バンってやったらビチョってなるやん絶対。うわ消えてる、ちょっとやめよう、話変えよう、話変えよう、話変えようか。コメントありがとう、ありがとう、ありがとう、わーなんか他にあったかなお話。バラとツーショット撮って、じゃあ今度また降りてきたら。よし、シンディちゃんありがとう。まあそんな感じでしたね。仕事戻ります、頑張れ、頑張ってください。まあそんな感じでした。サルさんありがとうございます、大輝ありがとうございます。あカラコンしてないカミかわいい、そう今したんですよ、カラコンしなくても 目輝いてる、ありがとうございます、ありがとうございます。わあ、うおー、なんかあったかな、よかったか、あ梅雨明けっていつですか急に梅雨明けの時期を聞くようになるっていうな、謎のね。これちょっと前に読みました、結構前やけど、え梅雨入りしてない？メキシカンさん、メキカンラさんありがとうございます。えまだ梅雨入りしてない、びっくりやねんけど、音がわかるの、物騒なタイトル。いやこれなんか
インスタのおすすめ欄ですごい面白いミステリー小説って出てきて、で探してたんですけど2店舗ぐらい行ったけどなくて、で3店舗目で見つけた曲、日向が初めて読んだミステリー小説、胸騒ぎがする、家族が電話に出ないだけなのにっていう。フランさんありがとうございます。 LINE をしても既読にならない、電話をかけても繋がらない。その時看護師の由美子は雪江はその時看護師の雪江はかつて自分に執着していた不気味な患者を思い出した。怖いですよこれ。家族の絶望と狂気、そして再生を描いた戦慄のサスペンス。朗読もそう、ひなた朗読めっちゃ下手くせえで、漢字はね結構無理です。でもなんか登場人物の名前とかは多分間違って読んでるけど、自分が分かってたらいいですっていう感じですだから多分友達と2冊同じ本読んでて、この本面白かったよね、主人公のゆきえ、ひなたほんまに読んだみたいな主人公ゆきえじゃないよみたいな多分あると思う。ひなたゆきえって呼んでたでみたいな、ゆきえやろみたいなバカバカバカ。まあ自分が分かっていたらいいんですなんかさ漢字さこう写真撮ったらさなんか読み方教えてくれるみたいなアプリあったらいいのに。登場人物の名前が確かにありえるかも。2021年9月19日に第1次発行、やか最近で去年ですね。そう最近、でもこれそんなに長くないから割と読みやすかったです私的には。もし読んだ人いたら感想教えてください。アプリ Google レンズ、マジ、ちょ、Google レンズか、ちょっとアプリ入れます。なんかここに振り仮名振ってくれるんやみたいなところに振ってくれるやん、読めるしみたいな。太宰府読めるよ。シアのリュウさんありがとうございます。今日リール動画そう上げてないんですよ。まあそれは私の考えなんで。太宰府じゃないの？太宰府じゃないの？太宰府じゃないん？太宰治さん。惜しい。惜しい。やばい、今めっちゃドヤ顔してドヤ顔で言ってたよね。日向ドヤ顔で言ってたよな今めっちゃ。太宰府やばっ。日向感覚でさ喋るねもの、感覚とか耳で聞き取って、その聞き取った言葉で話したりするからニュアンスで話すんですよね。なんかそうニュアンスで話すねな。太宰治さんを夜中そう聞かれた、君と出会った日、こんなたまらん日向を押しそびれてた、本当に悔しい、後悔してる。最後に嬉しい、なんか嬉しい、ありがとう。シュアイさんありがとうございます。
ペンライト、ペンライト、ペンライト、ペンライト。今日の聞かないとは出演しないです。リコピとひなたの会ある、あ、あるんですよ、リコピさんとひなたの会。金子っちさんありがとうございます。行かないとまだメール、あ、間に合います、メール、メール間に合います、食ってください。あのメールを送っていただいて、もし採用されなかったとしても、私全部名答してるんで本当に大丈夫です。ラジャ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 、あ、大阪の会場でペンライトとかって売ってるんかな。ラジャ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 、明日競馬で1万円買ったら推しメンセット買います。え、推しメンセットもう販売終わったくない、今日の6時で。買ってないんだ、はい、明日なんや、明日やって、明日の6時まで。明日の6時までです。まだ買ってない方はぜひご購入お願いします。まあ私の最後のグッズになると思うんでね、トートバッグとかペンライトとか協定か棒とか。生自身のオフショット欲しい、あ、生自身のオフショットもらったっけ、ちょっと探すね。え、明日6月6、え、もう6月の1週間ぐらい経っちゃうってことか。ひなた、席替えで好きな人と、え、何何、好きな人と前後に、ちょっと、やば、キュンキュンだね。頑張って、もう今からの期間もうアプローチして、明日の6時、明日の6時までにモテしてもらいたい。おー、任せます。普段使いできそうなトークバッグ、たまらん、そう、ワンちゃん梅太郎の顔にしました。アクスタの変なポーズの違うバージョンツイッターに載せたよ、ひなた。違うバージョンやったかな、でもなんか載せた気がする。ワンちゃん、だってね、こうしね、記事が大丈夫。でもさ、あの推し面接さ、トートバッグとかペンライトとか入ってて9000円とか言ったっけ、めっちゃ安いなって思った。すごいお得、お得なセットだなって思った。あのトートバッグサイズ大きいから、スーパーとかの、そのスーパーに行く時の具材入れとかにもできるかなって思いました。普通に、ひなたが卒業発表してから Y の野球観戦の勝利が悪いんやけど、発表してから 4勝11敗、えっ、 4勝11回も負けたってこと、やばいじゃん、やばいじゃん。現場用のうちわが余裕で入るサイズ、トートバッグだらすぐ防水スプレーしよう。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、
遊びに来たよ、ありがとうございます。うちは日曜に勝てないんですよ。うちは日曜勝てない。あ、そういうことね、そういうことね、はい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 、うん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 、なるほどね。うん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 、今日もひなた帰って幸せ。そんなこと言ってもらえて、うれピーナッツやっと来れた。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。バッファローロンドンの厚底スニーカーかわいいです。バッファ4444って初めて聞いた。パパポカレンダーにバッつけてる、つけてるよ、つけてるつけてる。初見です、ありがとうございます。雑誌掲載とかはあります。実は雑誌掲載のお知らせ実はあります。実はあります。実はあります。パチパチパチ、なんと、なんとグラビアです。でも対談、対談じゃないわ、お話もさせていただいたんで、そちらも楽しみにしていてください。と発売日は6月15日だったと思う。でグラビア、そのグラビア掲載されるグラビアが、その前にEX 大衆さんで撮影したやつが、そのいいカットがありすぎて載せきれなかったってことで、漫画アクションさんにも載せてもらった、覚えてますか、言ってますか。そういう回が去年あったんですよ、夏に。そうで、それをさらにまだまだいいカットとかを載せきれてない部分がいっぱいあるということで、 EX 大衆さんがそのまだ載せきれてない分を、やっぱせっかくやからページにしていただいたということで、アンコールグラビアのアンコールグラビアになります。で6月15日に EX 大衆さんが発売になるので、皆さんチェックお願いします。だからそのグラビアを撮影したのは、去年の夏になりますね。まあでもすごい楽しみです。私もどんな感じにしていただけるのか。うん、はい、お願いします。ラストグラビアですね、これが HKT 最後のグラビアです。あ、シワイさんブラボー、ありがとうございます。何ページぐらい、え、わかんないです。何ページぐらいやろ、でも4ページぐらいはいただけるって言ってた気がする。アンケートにあったのもありがとう。何だったんや、さっきの真剣な表情の発表は。さらっと言っちゃいましたけど、また後日。あ、ペッパーブックさんありがとうございます。後日ね、ツイッターとかでもあれしたいと思います。こっち、これが一番大事な話だったっていう。前にした2つの話は
まあ前置き的な。ワルタ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 ピ一本。どこの誰か名前仕草曲げ。ワルタ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 ピ一本。その前にうん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 。話しようが増えてバリがイエーイ。フォーコさんありがとう。うわーいっぱいや。卒業後もオファー来るようにアンケートいっぱい来る。ありがとう。神戸でやったのはワールドピーポーやりましたね。センターでやりましたね。やりましたね。そうや、大阪公演、そうや配信あるんや。大阪公演がなんと配信が決定しました。イエーイ。私がツアー今回参加していただいた中で配信があった公演は1回もないから、日向が配信されるツアーは初めて、最初で最後です。なのでまあ昼しか来れないよとか夜しか来れないよとか、まあそういう方がいましたらぜひ配信で見守っていてほしいなって思います。はい、ひりょうりくんありがとうございます。たくさんの方に、はい、見てほしいですね。大阪でコンサートってなくて、ひなた自身初めてなんですよね。1,2,3,4,5、あと5日後か。HKT は7年ぶりの大阪でライブ。そうなんですよね、凱旋なんですよね。HKT 新大阪始め、そうなんですよ、そうなんですよね。もう焼き付けちゃってください目に。もしかしたら卒業公演に来れないって方は大阪公演に来れるよって方もいるかもしれないんで、やっぱそういう方にはねたくさん楽しんで帰ってほしいなと思います。たくさんたくさんたくさん目に焼き付けて、たくさんたくさんたくさん楽しんでいい思い出になったらいいなって思います。はい、いい日になればいいなって思ってます。大阪月1で行ってんのすごい。大阪公演の配信チケットは3720円らしいです。こうまゆちゃんケーキありがとうございます。ツアーも楽しみやし大阪グルメも楽しみ。どこ行こうかな。どこ行くの。終わったら日向の小樽飲み会だな。おお、仲良く飲んじゃってください。大阪公演ぜひ配信ぜひ見る。おお、イエーイ。楽しみけど多分泣いちゃう。泣いちゃうの。大阪の美味しいところ教えてください。大阪の美味しいところ、大阪の美味しいところ、でもほんまに大阪はどこでも美味しい。串カツとかたこ焼きとかはせっかくやから全部食べてほしいなって思いますね。なっちゃんハートありがとう。大阪にはうまいもんがいっぱいあるね。鶴橋ね、ありますね。551だよね。551の豚まがあるときないとき。アジスさんありがとう。あーいっぱい貼ってくれた。はじめまして。大阪でカレーが食べてる。あ、大阪はカレーもね結構有名で、すごい大阪はカレー屋さんがめちゃくちゃあるんですよね。
まあ道歩いてたらすごいなんか感じると思います。カレー屋さん多いなって。だからちょっと気になったらカレーとかも食べてほしいなって思います。ここ市は全国、最初大阪行くのに半休み取ろうと思ったんだけど、昨日研究頑張ったから。おー偉い偉いね。カレー屋さん多いね。リュウさんありがとう。ひなた卒業してもグラビアしたい。でもお話がもしいただけたのなら全然やりたいですね私は。まあでもあんまりなんか奇抜なのはやなんかすごい清楚系な感じでやりたいですけどね。カレーこんばんは。シュークグラビ、うん、大阪に戻るのはいつぶり。大阪に戻るのはね、高校1年生成り立てで福岡にもうすぐ来たんで、ほんまにもう高1ぶりですね。うん、そんな感じです。まあ大阪で生活するっていうのが、そう正月に戻ったりちょくちょく戻ったりっていうそういうのがあってだけど、大阪に戻るっていうのはめっちゃ久しぶりやし、家族と過ごせるっていうのもめっちゃ久しぶりなんで、すごい嬉しいですね。大阪のラーメン何ベース？醤油とかじゃないかな、分からんけど。なんなんやろ、大阪塩ラーメン。翔くんかっこいい、ありがとう。久しぶりに大阪家族と行くできるのかな。拠点は大阪になるの？いやまだ分かんないです。梅太郎をドッグランに、梅太郎をドッグラン連れてきたい。連れてったことないんですよね梅太郎のこと。ドッグラン、梅太郎あんまドッグラン好きじゃないと思うねんな普通に。やっぱ大阪醤油ですよねラーメン。正代さんありがとうございます。じゃーパーネジャーパネメアマエさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。大君ありがとうございます。今何分ぐらいやってますショールーム。あ、45分。梅太郎は博多に来たことないです。新幹線とか乗せるのかわいそう。大阪ラーメン太麺、でも博多が細すぎるから割とベーシックなラーメンじゃないかなって思います。あ、つけ麺とかも多い気がする。大阪つけ麺どう？つけ麺多くない？つけ麺、福岡のつけ麺やったら金虎が美味しいですよ。大阪はいろいろあるよラーメンも。金虎っていう天神のパルコにも入ってるし、ロフトの裏にもあるんですけど美味しいですよめっちゃ。つけ麺とイケメンどっちが好き？つけ麺が好きですイケメンの魅力が分かんないですねまだ。しし
シンシン美味しいよな。あ、シンシンなんやっけ。ラーメンつけ麺僕イケメン、つけ麺イケメン。金取らって店メモっとく、メモっててください。あれ、大阪王将のラーメン結構好き。ああ大好き大好き大好き。今来たんだけどすごい髪型しましたね。はい、今日はこんな感じでやらせてもらってます。あそーぱー餃子もいいよな。チャーハンも、チャーハンも美味しいな。ラーメン餃子ラーメン餃子。なんかその金谷さんありがとうございます。千万両、千万両。焼きラーメン食べたことありますか？焼きラーメンはねないです、ないです。焼きラーメン食べたこと。ラーメン焼くんですか？焼きそばみたいな感じですか？口紅可愛いです、ありがとうございます。やっぱねラーメン頼んだら餃子とかチャーハンも食べたくなりますよね。わかります。大阪の日向の飲み会領収書松本日向で切らないでください。皆さんより私が一番お金ないのでお願いします、絶対やめてください。博多屋台で焼きラーメン有名。そうなんや。知らなかった。しんいちろうさんかわいい、ありがとうございます。ラーメンに餃子は日向になっくらい大切。おー、食事は大切だよね。やだじゃん、いつか一人屋台とか行くのかな。分からん。まあ一人屋台に興味があってあったら行くかもしれんけど、今んとこねあんまりないです。怖いです。やだやだ、なんか怖いイメージがあります。マック、まあ、マック、マクドは大好きです。正直言って一人まるまる挑戦するなら次水族館行きたいです。普通に癒されたい。普通に言うすると、一人焼肉行ったことあるよ。一人焼肉は行ったことあります。あと焼き鳥も行ったし、行ったことある。ラーメンも行ったことあるし、まあラーメンは全然行ける余裕で。海遊館行きたいな、平日とかに。一人ユニバーちょっといいかな。一人もつ鍋あったかな。なんか博多駅とか一人で確か食べれるところ行った気もするけど、どうやろ。焼き鳥カウンターで一人で食べてるの。そう、一人で食べてるカウンターで。一人旅ね、どうやろ。前田屋行ったことない。一人ショールームはもう常に一人ショールームです。まあまあまあ
すごい。九州内で行ったことないとこいっぱいありますよ。一人スタバはありますね。プライベートの九州のどこか行ったことあるよ。デビューして一人で福岡で頑張ったらすごい嬉しい。それ言ってくれるのめちゃくちゃ嬉しい。最近 HKT メンバーには、さえちゃんとエミリーさんには会いました。あ、ミルンさんにも会った。たまたま博多駅でばったり会いました。ラーメン食べたくなってきたじゃん。なんかラーメンの話してたら、帰ってきた。終わろうかな。指パッチめっちゃ上手いんですよ。今からラーメン食べに行くわけないじゃないですか。私ラーメン禁止法出してるのに。愛香と毎日連絡する。うん、結構してる。今日もしたし、さっきもしたし、なんか結構 LINE してるかも。うん、指パッチン指カットが確かに。ダンスの先生ってめっちゃこれうまい。しおり先生、たまに関西弁先生、そう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 。あなたが好きなポーズ。クボポーズ。これひなたん好きだ。あ、そう、インスタの話をすると、この前6月の27日までにフォロワーが6万人いくためには毎日今大体340人ぐらい1日にフォロワーを増やさないと無理だよっていう話をしたと思うんですけど、でも結構1日340人上回って、結構1日に800人とか700人とか増えてて今。そうだから、27日までにだいたい240とか250とかまで減らせたんですよ。だからもしかしたら本当に6万人いけるかもしれないですっていう話。だから6月27日までに6万人の夢がもしかしたら達成できるかもしれないっていう感じですね。なんか頑張ってます。
感じで、まあ今頑張ってて、そうだから今が54,700人とかで、あと300人ぐらいで 5.5 万人いくんで、まあ明日中には 5.5 万人いくから、あと5000人ちょうど、ちょうど5000人ちょっと頑張りたいなって思います。そう明日が、そう明日で 5.5 万は絶対いける、うん絶対いける。まあ昼ぐらいに行く予定ですね、私の予定では昼、うん昼、昼間、昼、昼ぐらいで。 HKT で多い方、いや先輩方結構多いから全然多い方ではないと思う。ちなみに昨日の夜の7時の時点でインスタフォロワーが54,300人だったらしい。え昨日の夜7時から、え、そうなんや、めっちゃ増えてるんだ、やば。4期生で一番多い、まあ4期生では一番多いかもしれないけど、HKT の中では全然。リュウさんありがとうございます。こんな感じですね。何が起きたとかじゃなくて、日向がインスタ頑張ってるからちゃんと見つけてもらったってことだよ。バズってくれてるってことだよ。もう1時間ぐらいあったかな。おお、なこさんがねすごいですね、フォロワー。なう、ありがとうみんな。じゃあそろそろ壇上読もうかなって思ってます。やばい、ここのさフェイスラインがさちょっと薄い、むくんでて、顔がここが全然はっきりしてないのが分かります。ひなたもっとここギャッてなるんですよ、むくんでない時。悲しい、今そういう時期絶対。じゃあ男女読んでいきたいと思います。13位、ひでじいさんありがとうございます。12位、かねやさんありがとうございます。11位、ししとうさんありがとうございます。10位、しょうだいさんありがとうございます。9位、香港フォーコさんありがとうございます。松本ひなたちゃん、松本ひなた推しさんありがとうございます。8位、コウマユさんありがとうございます。7位、ダイキュンありがとうございます。6位、香港のシワリさん、ひなた大好きさんありがとうございます。ひなたも大好きです。5位、しんいちろうさん、ひなた大好きさんありがとうございます。ひなたも大好きです。はい、4位、翔くんアットマークひなちゃんずさんありがとうございます。3位、クララかこやんさんありがとうございます。2位、香港のジェイソンさんありがとうございます。1位、戦闘力5さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今日もショールーム見てくれてありがとうございました。はい、ちょっとお顔のむくみが気になるんですけど、はい、大阪公演まであともう少しなので頑張りたいと思います。明日の夕方の6時までが推しメンセット販売期間なので、まだ購入してないよって方はぜひ夕方の6時までにポチッとチェックしてみてください。お願いします。バイバーイ、バイ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 、またねー。